やればね、しずみだ。本日なんですけど、本日はね、メガアリ9点で購入された方、皆さんお忘れになっていませんでしょうか。ペイパルでね、購入された方なんですけど、その方々皆さん必見なので、最後まで見ていただければと思います。それでは早速行ってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日なんですよね、本日はね、こういうスタイルの方でちょっとね、行かせていただきます。で、皆さんね、冒頭の方にでもお話しさせていただいたんですけど、メガ割り9点皆さん購入された方、特にペイパルでね、購入された方について今回お話したいと思うんですけど、あと LINE ペイとかの方でもあるんですけど、今回は僕はね、あのペイパルの方で購入させていただいているので、あの多分ね、 LINE ペイとかもあの全部一緒かと思うんですけど、ポイント戻ってきてると思うんですよ。皆さん確認していますでしょうか。でね、確認してなかったすごく多いかと思いますので、僕もねちょっとね、危うく、あ、危ない危ないと思って、まああのちょっとね、ポチってまた新しいものクーポン使って購入させていただいたんですけど、ペイパルで購入された方の限定で今回お話しさせていただくんですけど、ポイント戻ってきてるんですよ。僕もメール来ててちょっと気づかずに、あのポイントがね、期間切れでなくなりそうだったので、多分おそらく今月の末までなんですよ、31日までなんですよ。なので皆さん登録しているメールアドレスチェックしてもらって、ポイントが届いてるかと思いますので、そうするとまずね、ペイパルのホームページに行ってクーポンを使いますよっていうのをね、クリックしてから購入しないと、そのポイントが還元っていうか、ポイントが使えないんですよ。で、僕はね、こういうふうにね、僕は1000円分なんですけど、1000円分ちょっと使わせていただきました。はい、クーポンいただいたので、まあ、あの購入した分のクーポンなので、まあ、それはね、9点の方か、ペイパルの方かな、ペイパルの方からいただいたものみたいな感じなのかな。で、こういうふうにね、購入したら、こういうふうに出てくるんですよ。そうすると、まあ、普通にね、決算されてるかと思うんですけど、そしてから30分後にまたメールが来るので、こちらですね、こちらのメールがこういうふうに形でいきます。そうするとね、まあ、僕はあの999円のもの、クーポンの方で買ったんですけど、まあ、クーポン扱いで決算されるので、今月の31日までになっておりますので、ぜひね、皆さんせっかくポイントいただいて、そのポイントが使えるのでもったいないので使った方がいいかと思いますので、まあ、ぜひそちらね、ポイントがなくなる前に使ってみるのはいかがでしょうか。早速ね、皆さんが登録しているアドレスの方を見てもらうと来てるかと思いますので、ぜひね、購入されている方チェックしてみてはいかがでしょうか。で、僕はね、999円でちょっと購入したものがあって、まあ、そちらの方もちょっと皆さんの方にシェアできたらなと思ってるんですけど、まあ、ぜひもしよろしかったらこちらの方もね、また期待して待っていただければと思います。なんかね、わからないこととかありましたら、下のコメント欄の方に、ね、コメントいただければ、あの僕もね、 120% 皆さんの方に返していきますので、ぜひぜひ何でもいいのでコメントの方いただければ嬉しいです。はい、今回はね、こんな形で締めさせていただきます。はい、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいと思いましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、アニョン。